ら。やべえ、私の映っちゃった。 54.4 か。いやでも、あのジェラピケってめっちゃ軽いからね。 54.4 か。食べた後だから多分今53とかかな。あ、なんか来てるわ、グレールから。これ自分で買いました、チナ。これ自分で買った。いや、ミスったかな。あの、ブーツ買ったんですよ。ブーツ買った。あー、ちょっとなんか細いな、これ。ミスったかな、これ。履いてみよう。いや、サイズが、ネットで買うとさ、サイズがね、これ2000円ちなみに。こういうのってさ、返品できんの？しかも楽じゃん、これ。このヒールの低さ。これだったら私も、履くかなって。あ、まあいいかな。あ、でも超ぴったしだな。超ぴったしすぎてな。 23.5 だったかな。ミスったな。いや、スクエアでも楽だよね。ここが広いからスクエア楽だよ。いや、痛くはないけど、まあちょっとぴったしやな。ガチぴったしやな。まあいっか、今年の冬はこれで乗り切って。だ、これはすごい、あの、これいいな。すごい柔らかくて、すごい柔らかくて、これあのお世話になりそうな。これ2000円です、うん、伸びてくるかもね、うん。これの、これ絶対合わせやすいんじゃない？で、これあの、これの黒も買った。黒。もうこの茶色と黒があれば、冬はなんとかこれで乗り切れるでしょ。もう2000円。グレールだって、グレール。あのシーンみたいな感じだよ、うん、ソイラチで買った、まあ、これだったら私もおしゃれできるかも、うん、なかなかいいね。グレール初めて買ったけどいいじゃないですか。23.5 買えばよかったな。でも、うん、まあまあいいか。まあいいね。わかるわかる。なんかこれちょっとホストっぽくね。ホストっぽいな、黒は。気のせいかな。少し歩いてみたら、
やーこれ返品できる？23.5 だったな、やっぱり間違いなく。グレールって返品できる？うん、できないか。できないのか。リスナーさんあげようかね。リスナーさんプレゼントしようか。いつもお世話になってるリスナーさんにあげたいなって思ってたんですよ。え、できんの？サイズ変えてもらうの1500円ぐらいかかった。結局これ4000で、私多分これ 23.5 買うから。でも黒いらなくね？茶色でいいかもね、一足で。やっぱ冬はさ、靴下とか分厚いのきっと履いたりするから、返品できる。うん、24かな。24はちょっとブカブカすぎない？え、どうなんだろう、24かな。分かった、じゃあ24かな。24買うわ。これのこれは気に入ったから、まあ黒はいいや。足首しまっ、ただこれってさ、サイズの問題だから限られて、あげる人限られていくな。あ、いいこと考えた。キャリーちゃんって足ちっちゃそうじゃない？キャリーちゃんに引っ越し前これあげようかな。キャリーちゃん、あの靴っていうのは、あの素敵なところに連れてってくれるから、やっぱりキャリーちゃんにはいい靴を履いてほしいなっていう気持ちがあって、あの靴買ったんだって。入るでしょ。足は確かちっちゃかった気がするんだよね。なな、足さ何センチか知ってる？キャリーちゃんの。あ、22センチか。じゃあ23センチ超いいじゃん。ね、23センチで。めっちゃいいね。でこれキャリーちゃんと、実はキャリーちゃんとお揃いを履きたかったんだって。キャリーちゃんとお揃いが、うん、そう違う、あのこのブーツはあのデカめに履いた方がいいね。デカめに。また同じの買うのかよ。だからネットってさ失敗するからね。よいしょ。これキャリーちゃんプレゼント。ご飯が炊けたぞ。ご飯だ。ご飯が炊けたぞ。こんなことしてる間に。
そうだね。ご飯が炊けたぞ。返品不可で交換のみで手数料1,020円。まあいいや、なんかグレル安いし。まあ安いしね。うまそうだ、うまそうだぞ。交換でお金かかる、人にあげた方が。そうだね。キャリーちゃん喜んでくれるんじゃない。うまそうな卵。いやこれ普通にあの家の近くのスーパーで買ったやつなんだけど、これはね普通に、ね、いただきます。あ、美味しそうだ。確かにこれ美味しそうな。うん、いいんじゃない、体にいいんじゃない。うん、うまい。うん、美味しいね。足さ、健康なんじゃない体。今朝ごはん。昼夜逆転しちゃった。昼夜逆転。うん、めちゃくちゃいきそうだよね。1月にあの血液検査したけど、あの高血圧、コレステロール値が高い。だからあのラーメンとかそういうの好きじゃん。うん、納豆以外あのつるなっていう野菜と大根おろしとか。コレステロール値が高いって異常に、ちょっとこれは何とかしてした方がいいでって言われた。うん、うん、え、あのさ、うちのおばあちゃんがあの、なんだっけ、遺伝する？あ、遺伝するか。うちのおばあちゃんなんか糖尿病。じゃあ私もしかして糖尿病になる可能性あるんだ。あいつなんで糖尿病になってんだよ。マジか、高血圧も遺伝か。マジか。
いや関係ないよね、うん、甘いのじゃなくてもさ、ラーメンとかも糖分あるじゃんね、ご飯も糖分だし、塩分、糖分はマジ取ってると思うよ。ラーメンバリバリ糖分。あー辛いのもか。今年健康診断してないな。だお酒だからビールとかさ、ビールやめた。うん。今日のご飯とかめちゃくちゃ良くない？うん。一日三食は子供の頃からね、あんまり子供の頃からね。しなかった。朝ごはんも食べなかったね。いやこれ食べたかったなって一回もしようから。これ箱根で買ったんかな。塩辛食べたかったんや。こういうなんかね、朝ごはんがいいね。うん、私ね塩辛とかも作ってたんだよ。簡単でしょ、から。一日二食はあかん。一日二食のがダメなんじゃない？私一日二食。いや、一日一食はタモリさんが言ってた、体にいいって。でも確かに、その一日一食で。そうするとほら半日断食ができるじゃん。半日断食って肌が綺麗になったりとか、こう体をこう 休ませてあげたりとかするからいいんだって。でも確かに断食すると調子いいんだよね、体が。うんうん、